はい、どうもです。おやじのスイーツの時間です。今日はこちら、武蔵製菓さんのね、煮玉たんこミックス、クリアン入り。ちょっと暑いな、エアコン消そう。今、ラーメン食べたからね、暑い。好み的にはね、みたらしよりね、あんこの方が好きなんで、あんこが2つの方がいいかな。で、これはね、ちょっと粒あん、ちょっとね、粒あんとこしあんの間ぐらいなんでね、こし加減が。なんで、まあ、粒あん、きっちり粒あんと、あれでもいいかも。こしあんとね。それでは、いただきますよ。このぐらいがでもちょうどいいかもね。うん。やばい、柔らかい。美味しいね。タレがもったいない。今もやさま見てて 最近はね、田中ひとみちゃんが好きと言ってる私ですけども、今ちょうどね、13年前のシンガポールの映像が出ててね、大江真理子さんでしたかな、あの子が出てます。初代のね、もやさまガールが、もやさまアナウンサーが。大江さんね、かわいいね。13年前だからね、もう今、結婚もされましたしね。13年前か。30代前半だったね。私も。最近のね、私の好きな子ベスト3は、1位は今言ったもやさまに出てるテレビ東京の田中ひとみちゃんアナウンサーなんですけど、2位がね、声優さんのね、やいやいっていうね、前島亜美ちゃんだったかな、なんだっけ、あれバンドリのやってる声優やってる子かな。その子がね、今第2位でございます。その子も可愛い、笑顔が可愛い。そして3位が、まあ、私 K-POP 好きなんですけども、今ね、ラブリーズのね、スジョンちゃんっていうのがね、スジョンちゃんいるんですけどね、その子がね、まあここ最近というか、もうここ何ヶ月かなんですけどね、ぐいっとこう、右肩上がりにぐいっといきましてね、今3位でございます。いろいろね、ルーナのあの子とかさ、トワイスのあの子とかさ、プロミス9のあの子とかはいろいろいるんですけど、今のベスト3はまあそんな感じでございます。まあ、そんな話はどうでもいいのかもしれません。クリアン行こう。普通の粒あんが好きなんでね。でも混ざっちゃってるよ。滑らかクリアン。でもそんなに栗が強くないな。栗の潰した食感的なものがあるんだけど、先にこれを食べた方が良かったのかな。うん。うん。美味しいんだけどね。そんな強くない。食感もこされて滑らかで、栗のね、食感がなくなってるんで、
本当ね、さつまいもあんって言われても分かんないぐらい味が強くないな。順番間違えたかな。じゃあ粒あん、うん、安定。ちょっと甘いあんこだなこれ。武蔵製菓さんのはね、普通の4個刺しのさ、4玉刺しのやつよく食べるんだけど、もうすぐブクブクうがいしよう、歯が痛いから。歯のケアみんなお大事に歯のケアお大事にって意味わかんない。あの歯をね、虫歯を大切にしてお大事にです。うまいね、素晴らしい。またね、まあ後に紹介しますけど、メモリーカード110円であったんで買ってきました。メモリーカードガチャしたいと思います。なんかね、コメントもらったんです。あゆさんに、あゆウィングさんに。ほんだよね、彼はね30枚くらい持ってるっていうから、もう上には上がいるなと。まあ、あの方はコレクションの量もすごいですからね、見てて気持ちがいいです。あれ見てください、あの秋葉原のね、スーパーポテソさんだったかな、20万円の福袋買った動画、あれすごかったな。ああいうことやりたいな私。ロフさんも7万円ぐらいの買ったのかな。ああいうのやりたいな。あれはね素晴らしいよ、楽しかった、ありがとうございました。はい、ってことで今日はね、2玉団子ミックスっていうクリアンが入ったやつね、ちょっと珍しかったんで、でお安かったんで買ってみました。美味しかったです、美味しかったです。うん、そしてね、まあ、私のくだらない最近好きな子ベスト3とかもちょっと発表してしまってね、申し訳ありませんでした。皆さんのねベスト3も教えていただけるとね、私嬉しいでございます。ご視聴のありがとうございました。それではまた。